こんにちは。ラボラトリー株式会社の荻原治です。よろしくお願いします。広葉樹を中心に、木材を使って、家具を製作したりとですね、保育園の子ども用の家具を製作したり、またカトラリーといって木でスプーンだったり器を製作をしております。ダイニングテーブルですね、はい、無垢の、板から最後は手のカンナで仕上げるんですけども、そこにこだわりを持って、最後まで仕上げたダイニングテーブルが印象に残っています。心を込めて作ったものを、実際にお客様のところにお届けする瞬間ですね、お客様が喜んでいただいているのが一番嬉しいですね。一つ一つの作業に単調な作業にならないように気持ちを込めて、制作しております。いずれは自分で考えた家具を一から手掛けてみたいと思っています。荻原が最初にここを訪ねてこられて聞いた言葉っていうのが印象的で、どういうふうに家具と付き合っていきたいですか、関わっていきたいですかっていう話をしたときに、農家さんが作物を育てるように毎日毎日こうコツコツと水をやるとかですね、手を加えてあげるとか、そういうようなスタイルで木工と関わっていきたいっていうことを言っていて、テーブルね、荻原が作ったテーブルは2世代3世代持ちますよってことでお届けしてるわけです、もう長くその家族の一員になっていくじゃないですか、その責任を伴うっていうことになるんです。農家さんが口に入れるものを作ってるんだからっていう責任感っていうことで日々真面目に取り組んでます。今一番欲しいものは子供服です。これからも心を込めて家具を作っていきます。よろしくお願いします。